さあ、ということで一緒に参加してもらう新年最初のゲストは日本の社長さんです。元気このためだけに東京来てますから、はい、ありがとう元気、はい、大阪から。え、今日それ私服？私服です。私服なんですよ、はい、ケツくん普段そんな永瀬智也みたいな格好してる。意外だね。めちゃくちゃかっこいいじゃん。めっちゃかっこいい。これ私服でも着てるんですけど、うん、今日はこれを着ずに持ってきてましたね。なんでですか。あの私服から私服に着替えるタイプ。本番前に着替えました。日本の社長はそれこそ東京進出はどうなの。いや、もう今日の占い次第ですね。なるほど。マジで。ほんまにちょっと、いや重いって、ね、台本読んだけど変な占いしかなかったから。じゃあマジで今日の占い次第で、はい、確かに仕事運なんかも見てもらいましょう。今回占ってもらう占い師の方にお越しいただきましょう、うん、どうぞ。おーい、小泉恵里さんです。よろしくお願いします。お願いします。小泉さんだ。そう、小泉さんに占っていただくんですけど、はいはいはい、どんな占いをされているんですか。乳輪占い。すごいやろこれまた。現在相撲部屋の女将でもある小泉さんは、幼い頃から相撲が大好きで、力士の乳輪を見ているうちに性格や運勢が分かるように。これまで1万人以上の乳輪を研究し、独自に考案した乳輪占いの本も出版。乳輪占いとは一体どんなものなのか。どういった部分を見ていくんですか、その乳輪の。大体大きく分けると色、形、まあ、大きさ、大体それをパッと見て占っていきますね。これが一応色で分かる乳輪なんですけれども、皆さん自分の色ってあまり分からないと思うんですけれど、こんな分かれてるんですか。これだけ分かれてるんです。なんかハーゲンダッツみたいになってます。確かに、うん、確かに。色で気が強い弱いっていうのが分かるんですね。へえ、はい、色が濃ければ濃いほど気が強くて。めちゃくちゃ簡単。めちゃくちゃ簡単だ。すごく本当ですか。はい、すごく頑固で、まあ、オレオまで行くと空気が読めないっていう弱点も出てくるんですけれども、逆に薄ければ薄いほどこうストロベリーとかになってくると、基本優しい人が多いんですけど、人に騙されたりとかいろんなうまい話にちょっと惑わされたりっていう。西じゃオレオなんじゃないの。いや、なんでですか。考えてくださいよ。しかも西じゃーっつっちゃって。2022年は俺ちょっとセクハラキャラでいこうかなって。前からですよ。もう緊張してもらった。さあ、ということで今回はニューヨークさん、日本の社長さんを含めた2022年の活躍が期待される芸人さんたち総勢46名を小泉さんに占っていただきました。めっちゃやってくれてる。はい、ニューリンボード、カモン。はい、これすごくないですか。すげえわ。これの神経衰弱もやりたいな。いや、やりたくないです。こちらの乳輪の写真は、運勢を占ってほしい方は乳輪の写真をくださいと、いろんな芸人さんにオファーをして快諾して撮影してもらった46名分の写真となっています。快諾じゃないと思うけど。で、今回は恋愛運を占っていただきました。あ、なるほど、恋愛だ。まあ、色とか形とかを見ながら、それに基づいてピラミッドに。え、これ待ってください。単純に下の方が悪いってことですよね。もうそうです。あそうだ、もうそうだよ。ちなみに2022年今年のラッキー乳輪が、うん、ビターチョコ色で形はマンゴー型なんですよ。え、年によって違うんですか。どうやって決めたんですか。色はなんとなくわかるとして、形がマンゴー型とはどんな乳輪なのか。わかりやすい方で言うと、こういうタレパンダのような、はい、乳輪が垂れてるような。大沢さんにも撮ってもらってる。あ、それ大沢さん、やっぱ双子だから乳首の形も似てるわ。一緒、ほぼ一緒だったんです。で、大沢さんは色がちょっとストロベリーに近いので、形はマンゴーなんですけど、これがもう少しビターチョコになれば、こっちの方に行けばいいな。ビターの方がいいか。で、例えばこの方、平成の武士拳の徳井さんは。徳井さん、だいぶ先輩さん。しかも徳井さん、めっちゃ下やん。だいぶ俺言わなあかんやん、これ。あった時徳井さん、コンビで。すぐ横に吉村さんまでいた。ノブコムさん、すみません。コンビで。コンビでしたですね。形がまずマンゴーではなくって丸い形なんですね。綺麗ですよね、はい、本当丸くて。ただ色がストロベリーに近いので、しかもね、よく見ると乾燥してるんです。え、いや、それはケアの問題じゃないですか。その日乾燥してただけで。ドライマンゴー乾燥は
乳輪からいい運気が出ていくっていう危険性があるので乾燥が一番ダメなんですね。それはじゃあ化粧水とかももうつけといた方がいいんですか。もちろんです。もちろんそうなんや。ケアはしっかりしてもらいたいなと思いました。すごく徳井さんに言いたいことは乳輪のケアをしてほしい。なるほど、はい、これピラミッド乗ってますけど、はい、どなたが一番悪いんですか。はい、その方がデニスの上野さん。うわゆきおちゃん、ゆきおちゃん乳首薄い色、めっちゃ薄い、分からへん。本当だ、ちょっとゆきおちゃんなんてなんか濃いかと思ってた。勝手にイメージ濃いと思いますよね。洋物の AV の女性あんなあれぐらい乳首薄い、あるしやの女性くらいあるよな。これ逆に一番良かった方っていうのはその方がこちらです。鬼越トマホークの酒井さん。うわ黒っ、りょうちゃん黒、りょうちゃんこんなんなんや、こんな黒かったんだ。ビターチョコのマンゴー。本当だ、ビターチョコマンゴーだ。確かに、はい、今年のラッキーニューリーそのまま。ビターチョコのマンゴーって聞いたら可愛いけど実際可愛くないっすねやっぱ。実際のビターチョコマンゴーの乳首は、はい、酒井さんは裏表もない、まあ、裏表ちなみに乳輪と乳首の色の差がある人が裏表があるって言うんですけれども。なるほどね、ほぼないですよね。なるほどねやね。そしてこの方たちはやっぱりもうちょっとでトップになったっていう方たちなんですね。ちょっと真ん中2人映してもらっていいですか。これ錦鯉すぎひん。錦鯉すぎるってこの2人。ここからはニューヨークと日本の社長の乳輪占い。まずは辻の乳輪から。あ、ダメダメダメ、これはダメだよ。残念ながらダメです。そう、薄いからここ。あー、来ました。低いな、東京進出が。あかん、東京来れへん。いや、恋愛しに東京来へん。まずすごくストロベリーに近くて色が薄いです。いやでも綺麗やな、辻。綺麗だけど、ね、辻の乳首、乳首自体綺麗よ。でも、まあ、ただ今年のラッキー乳輪としては女性に騙される可能性が高いです。うわ、やば、はい、ハニートラップいいなって思う子が実はよく騙す、ちょっと悪い小悪魔な子が近づいてくる可能性があるので。東京なんでそんなこと分かるんですか。これ濃くするあるとかあるんですか、なんか食生活とか。まず乾燥に気をつけてください。とにかく乾燥、乳液も手相のシワとかって変わるって言うじゃないですか。あ、変わりますね。乳首ってそんな変わんないですよね。変わるんです、それが。乳輪も変わるんです。まあ、外から保湿してもらうことも大切なんですけれども、内面を変えると乳輪も変わっていくので。続いてケツの乳輪は。YouTube で見られるのはここまでです。アベマならニューヨーク恋愛市場を最初から最後まで存分にお楽しみいただけます。動画の続きはここをクリック。